お疲れ様です。お疲れ様です。プロの酒漬けです。さあ本日はですね、はい、こちらですね、ジャックダニエルとコカコーラのコラボ商品、ジャックコーク缶でございます。いや、これは来ましたね。なんといってもですね、私ジャックコークが大好きでございまして、これはもうちょっとやるしかないだろうと。こちらのジャックダニエルでございますけども、飲み方としましては、コーラ割りがですね、なんと 40% と、すごいよね。もうジャックダニエルといえばコーラっていうわけだね。アルコール度数が 7% でございまして、お値段もだいたい200円ぐらいといったところで、結構気軽に飲めるかなといったところだけど、本日の動画内容としましては、こちらのジャックコーク缶のレビューとですね、美味しいジャックコーク缶の飲み方とかですね、アレンジレシピなんてものをちょっとやってみたいと思いますので、もしですね、今こちらご購入を考えている方はぜひ参考にしてみてください。まあ別にね、案件とかではないです。まあこのね、ジャックコーク缶が案件とかで来るようになったらね、まあ僕も一人前だなと思うんですけど、まあそううまくはいきませんよといったところでございます。じゃあですね、まあ、しのこと言わずにマッキー飲んでみましょうか。多分グラスに注いだ方が美味しいと思うんだけど、缶開けて飲んでみましょう。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。いや、ちょっと楽しみだね。ですね。どんな味するんだろう。あー、ジャックコークだ。なんて言われたってジャックコークだね。これは美味しい、ね、美味しい。でもなんかでも違和感すごいあるわ俺。やっぱジャックコークってさ、氷と共に飲むじゃん。確かに。カランとグラスで缶っていうのはすごい違和感あるな。いや俺ちょっとこれやっぱ好きだけど、これマッキー的にはどうだい。家でこれがプシュってやって飲めるんだったら、なるほど、やっぱそうなるんだな。バーの氷で飲んでみたいなと思います。腐れグラスに入れる感じですね。こんな感じでございますね。あーすごい、これ飲んでみる。これだ、これだ、バーで飲む味です。サッとレモンだね。これを一絞り入れときましょう。やばい、これは完璧かもしれない。あー、これです、これです。これこれだよね。ちょっと手間ではありますけども、ダイソーでも薄割りグラス売ってますので、買っていただいて、氷はできればコンビニとかでちゃんとした氷買っていただいて、ジャック缶をこう注いでいただいて、めんどくさいけどレモン、あの、また意味ないのか、缶の意味がないのか、だからちょっとここ難しいとこだけど、でもまあこれは美味しいんじゃないかなと思うけども、じゃあここでだ、マッキーくん。はい。じゃあ実際こちらのジャックダニエルでジャックコーク作ってみましょう。味がどう違いがあるのか。ボトルとコーラ買わなくていいから、氷だけ用意すればいいんだったら。そう、まあまあそうだね。画期的だこれ。分量いちいち測らないでも。これがやっぱ結構利点ではあるよね。ああ、よかった。ちょうどぴったり。お、ぴったり。ぴったりだね。瓶のコーラで割っていくんですけども、いやでもこれであれだね、味が本当に変わんなかったらちょっとバーやばいね。宅飲みがはかどりすぎでしょっていう。バーとしてはちょっとこれ黒船ぐらいの勢いだね。僕たちが路頭に迷ってしまう。路頭に迷ってしまうよこれ、こんなん家で飲めたら。でもやっぱ違うはずだ、違うと思いたい。まあこれがバーで飲めるジャックコークでございますけども、やっぱまあ炭酸とかがどうしてもこっちの方が強いから、美味しさで言うと、はい、でもやっぱ炭酸の強さは、そうだね、普通にボトルから作った方がいいかなとは思うけど、まあそれにしてもこれ完成度はやっぱ大したもんというか、これ缶すごいね。すごいですね。っていうのも今日ね、イオン行ったんだよ。入り口入ってすぐにね、ジャックコーク缶のねキャンペーンドーンってやってて、まあ、かなり力の入れようをね、こう感じることができるね。自信があるんでしょうね。じゃあちょっと今のうちにね、ちょっともう一缶あるから飲み比べしてみていい？目隠しで、じゃあ果たしてマスターは分かるのか、どっちが缶でどっちが作ったのか渡してください。いやこれはもうバーのね未来がかかってるからね。はい、次こちら2杯目が缶です。おお、味はほぼほぼ一緒、炭酸が全然違うから、はい、さあどっちが缶でしょうか。最初が缶。おお、すごい、マッキーすげえじゃん。がバカ舌をさらさずに済みました。いやいや大したもんだよ。というわけで、まあ、このジャック缶の弱点を一つ言うならば炭酸だね。これであの普段バーに行かない若い子とかがね、このジャックコークの美味しさとかに気づいてもらえれば、これはですねやっぱ全面的にお酒塾もね勝手に応援したいなっていうことだけど、まあこんだけで完成度高くしてくれるとやっぱちょっと嬉しくはあるね。これはなかなかでございましたな。いやというのもですね、私結構ジャックダニエルにはですね縁が深くてございましてですね、私あの大学2年生の時にですね、なぜか中二病を発症しまして、ウイスキーを飲めるやつかっこいいなっていうなぜか錯覚をしまして、毎日ですねあのジャックダニエルのこのラベルのねついた T シャツをね大学に着て行ってたんだよ。急にいろんなさジャックダニエルの T シャツ種類があるからさ、毎回違うねジャックダニエルの T シャツを着て、いや俺はちょっとウイスキーをたしなむようなちょっと大人なんだよみたいな感じのアピールをねしたかったわけだ。で後から聞いたらね、ジャック兄さんって呼ばれてたらしいよ。まあ、今で言うとこのジャック兄貴だね。ジャック兄そうそう。であとですね、僕はバーテンダーを18歳からやってるんだけど、まあ、20歳になった時にですね、やっぱバーテンダーだからやっぱウイスキーを飲めるようになりたいと思ったわけだ。とはいえね、ウイスキーなんかやっぱ飲めないじゃん。だいたいねあのね茶色いものってはね40歳超えてから美味しいっていう感じらしいよ。基本的に20歳とかでウイスキーうまいって言ってるやつは無理してる説があるね。まあそのことはどうでもいいんですけど、バーテンダーの先輩がですね結構ウイスキーをすごい詳しい方でございまして、僕もねちょっとあのウイスキーのロックをね傾けるような大人になりたいんですって言ったらですね、ジャックダニエルのボトルをポンと置かれまして、これをね今からね1本開けてこいって言われました。大人の階段登るにはこれしかないと思ったら僕は飲んだわけだ。飲めるわけないよねそんなの。その時にこのコーラで割ってみたんだよね。だんだんね美味しく感じてきたんだよ。で大体ねこの半分ぐらいいった時に、あれこれはちょっともしかしてうまいんじゃないかと思って、でそれまでジャック1に対してコーラ9ぐらいだったんだけど、それを半々にして
はい、大体この辺ぐらいまで行った時にはもうね、ジャックが9のコーラ1ぐらいになってたんだよ。でそこでやっとこそウイスキーの美味しさがね、なんとなく分かってくるようになってきて、ウイスキーが飲めるようになりましたと。私のバーテンダー人生においてジャックダニエルというのは結構多大な影響を受けてきたわけでございまして、まあそういったこともございまして、ちょっと私はですね、早いものに乗っかるのはあんまり好きではないんですけども、まあ、今日はちょっと乗っかってやっちゃいましたよと。というわけでですね、まあこんなことを話してもまあ皆様面白くないわけでございまして、やっぱお酒塾でございますので、お酒塾といえばアレンジレシピでございまして、今日はね皆様に美味しいジャック缶のアレンジレシピをお教えしたいと思います。こちらジャックコーク缶なんですけども、ウイスキーコークなんでちょっとですね飲みづらいと思う方もいらっしゃるかもしれません。そんな方にですね、私がおすすめするアレンジ方法がございます。まあもちろんこのレモンを絞るっていうのも一つなんでございますけども、ここにねアマレットを入れます。お酒塾ファンの方でしたらね、まあ私の動画見てくださってると思いますので、このアマレットディサロンは必ずお家にございますでしょうといったところで、ちょっとでいいです。もう10ミリぐらいですね。ガッとシラッと混ぜていただきます。はい、そしたらマッキー君どうぞ。これは飲みやすいですね。これは飲みやすくなるから、もしですね皆様が狙ってる女性とですね家飲みするって言った時に、このジャックホークをね、まあ、ちょっとメインで飲もうかってなった時とかに、ちょっと飲みづらいってなった時に、このアマレットをねさっそうと出してあげると、すごい、そんな知識を持ってるのっていうから持ってるわけだマッキー君。いやー、やっぱね男はアレンジしてなんもだよめっちゃうまくないめっちゃうまいです。ちょっとアマレットは持ってないですよって方もね、これねカルーア、カルーアとコークとウイスキーなんて合うのかなと思うかもしれないが、しかしだチェロリンと。いやでもマスター、これこれはちょっと合うかどうか僕は分かんないですね。いやまあまあ飲んでみてよ。ただ単にうまい。これどっち好み？マッキーもアマレットと。いやーでもこれはコーツつけがたいです。でも意外性で言ったらやっぱりカルーア、うん、あそうなんや、うまいよね。深みが出ますね。深みが出るよね。どうしよう、ツッチーさんとかと被ってたなこれツッチーさんとかも言ってそうだね。もうね皆様、お酒塾で見たとか言わずに、もう言わなくていいから、もう俺が考えたって言っていいからね。でもどうなんだろうね、これ例えばさ、缶を開けて、あともうたくさん買っちゃったからさ、今日イオンの店員さんに今日発売日なんですって言われてさ、すごい頑張ってわーわーって言ってたから、なんかたくさん買っちゃったよ。直で入れてもいいかな。いやでもこれ酔うねマッキー君。営業終了後の疲れてる体にだ。缶でも美味しいですね。いける。もちろん氷ありに比べたらっていうのは、まあまあもちろんね。いやこの缶ハイボール系ってやっぱこの手軽さ売りだからね。これはいいんじゃない。いやこれはもうマウント取り放題でしょ、こんなんしたらねこれコスパはどうなんだっていう話をしたいね。これが大体まあ1缶200円ぐらいでございますので、実際ジャックコーク作るのとどっちが安いんだっていうのをちょっと検証してみたいんだけど、ジャックダニエルこの 700ml でまあ大体2000円ぐらいかな、ドンキホーテで。で、まあ、この瓶が80円と計算しましょうよと。2000円で 700ml で割るから、はい、で1杯につき 30ml 使うとしたら85円だね。コーラが80円ってことは165円。なるほど、そう思うと缶すげえな。30円しか買わないんだ。まあもちろんですね、コーラをペットボトルとかしたりとか、もうジャックも大きいやつがあるから、まあ、あれちょっとお得だからね、そういうの買ってもらったらまあもうちょっと安くはなるかもしれないが、しかしこれはマッキー君革新的じゃないか。これはいやこれはすごいですね、いやー家飲み革命が大きいんじゃないかなって素直に喜べない。いやいやまあもちろんでも嬉しいけどね、やっぱね好きなブランドだから、ジャック兄さんとしてはジャック兄貴としては。いやマッキー君あれだね、ここからもう番外編だけどさ、もう一缶あるからこれジャックダニエルに一番合わないお酒選手権やろうよ。もうねこんだけお酒あるから、もう何でも選んでもらっていいよ。アブさんはどうですか、うん、合うに決まってんじゃん。合うんですか。いやもういや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 、じゃあちょっと趣旨変えよう。合うと思うやつ選んでもらって、このアブさんと対決しようじゃないか。じゃあ、はい、分かりました、うん、そしたら僕は、うん、サザンコンフォート。まあ、レベル的に言ったら中学2年生ぐらいだね。おお、これをチョイスするというのは何ミリいきましょうか。お兄さん10ミリ20いっちゃう。20 20? 聞いた意味よ。ペルノを20ミリいきましょうか。20ミリ、まあ、つってねこれ飲んだことないんだけど、サザンには勝てると思うよ。マキ君が言ってたサザンコンフォートと、これが僕のおすすめのアブさん。じゃあちょっと僕いただきますね、はい、先に、はい、サザンカモト。いや合わないんだよこれ、じゃあこちらアブさん。うまいね、もうこれ忖度抜きで。うん、忖度抜きでいいよ、意味ないでしょ。なんか入れる意味よってわけよ。いいところを殺しちゃってるこちらの意味、君が合わないと思った。おー爽快感。いやこれは美味しい。まあ、ただこれは相当上級者向けだから、もうバーテンダーだったら分かってくれるって味だ、ね、そうですね。なるほどといった味でございますね。これ美味しいです。美味しいよねこれね。さあということで本日はですね、期待の新商品ジャック王冠についてですね、レビューとアレンジレシピについてご紹介させていただきました。今日はどうでしたでしょうか。デザインがかっこいいよね。大学と聞いてたぐらいだから、大学の写真見返したら大体ジャックダニエルの小さくてだよ。恥ずかしい。もう何だったのね、黒歴史。黒歴史だね。もう高校とかもう勉強ばっかしてたからさ、はい、やっぱもうそういった反動とかあるんだね。お酒塾の視聴者さんは若い子が多いんだけども、若いうちにね皆様弾けて大学生では大人しくしておきましょうと、一つ私の助言でございますね。最近 RTD で言ったらもうやっぱジントニックとかね、はい、もう最近美味しい缶のやつとかあるから、業界的にも非常に盛り上がってるからね。もしですねこの動画を見たメーカーの方いらっしゃいましたら、ぜひ私とですねコラボしていただいて、ペルノソーダ缶とかね誰が買うんだみたいなのもね
知りたいね。それはまあ冗談としても、まあなんか例えばね、愛媛県の特産物のみかんを使ったね、みかんジントニック缶とかね、はい、そんなあったら面白いよね。アンカージントニックすごい大好評だよね。みかんの花をですね、この蒸留機で蒸留させて最後にスプレーかけるんだけど、やっぱあれとかもすごく飲みやすく美味しいよね。こうどんどん発信していきたいね。最後いろいろ言ったけども、まあただただ美味しかったね。さあということで、本日もね皆様動画見ていただきましてありがとうございました。なんとですね、今日皆様受け答えがマッキーって言っててね、まあだいぶお酒好きマニアの方だったらマッキーの名前は分かるかもしれないけど、青森カクテルの回で1回出演してもらったんだけど、マッキーくんも引き抜きました、なんとまあなんとね来てくれたわけで、カクテルバンカーは僕とマッキーくんで今やっておりますので、はい、視聴者の方もですね多分来ていただいたらこう共通の話題とかもたくさんあると思いますし、そうですね、まあ、動画もですねマッキーくんとこれから二人三脚で撮っていきたいと思います。というのもですね、マッキーくんはですね、沖縄でバーテンダーやってたんですけども、地元が横浜っていったところで、まあ、夢が横浜で自分の店を出すっていったところなんで、まあ、僕としてもやっぱ40歳過ぎてやっぱ若い子をね自分の店持ちたいっていう子を応援してあげたいし、マッキーくんもね僕のことをうまく使ってもらって自分の夢をね実現してもらえばいいと思うけど、まあそれまではね、まあ1年か2年か分かんないけど、まあ、うちでしっかりと働いてもらって、はい、まあ、今のところでもすごくね楽しくやれてるよね。そうですね、だから視聴者さんもですねぜひ来ていただいて、だいぶもうお店も落ち着きましたし、オペレーションも落ち着いてきたので、ちゃんとですね週に1回動画上げたいと思いますので、これからですね、まあ、第2章といったところでセカンドシーズンでございます。お酒塾も第1章は僕とゆいちゃんのほぼ喧嘩で、第2章は僕とマッキーくんで、まあウィズゆいちゃんとかためにできたらいいよね。ぜひ皆様リクエストとかねございましたら、どんどんコメントの方を書いていただければと思います。マッキー、じゃあ最後にアピールして、マスターを食らいつく勢いで頑張りますので応援よろしくお願いいたします。いいねいいね、いやそういうのいいよ、そういう、そうそうそう、マスター邪魔だからマッキー出してくださいぐらいになってほしいよ僕としてはね、まあ、僕ら2人でちゃんとおもてなししますので、はい、ぜひご期待くださいますといったところだね。じゃあマッキー今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますって来月いなかったら困るよね。はい、はい、では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。最後に CM です。自宅に届くワインスクールホームワイン、以前ですねこちらの動画で紹介したんですけども、この度私アンバサダーに就任いたしました。本当に美味しいワインと教養を同時に手に入れることができますので、ぜひご購入してみてください。概要欄にリンクを貼ってるんですけども、クーポンご使用で1000円オフで購入することができます。クーポンコードイエツネを入力してみてください。ホームワインさんはですね今大人気でございまして、パッケージもですねリニューアルいたしまして、さらにかっこよくなっておりますので、ぜひですね皆様お時間ある時にサイトの方を見てみてください。それではよろしくお願いします。